はい、おはようございます。4月28日朝です。今日もね、気持ちいい朝です。パオも元気だし、昨日ね、もうアップしてある動画で紹介しましたけれども、配給の様子、出しました。3カ所にね、配給してきましたけれども、1カ所目のところ、海沿いのところに行ったんですけれども、途中で一旦配給を中止したんですね。っていうのが、その現地に着く前から、あの集落の入り口近辺に、なんていうのかな、パトロールがね、結構巡回してたんですね。警察なんですけれども。で、まあね、なんか変なイチャモンつけらんなければいいなと思って、まあその、配給場所まで入ってね、子供たちからね、配給っていうか、ジュースとね、お菓子をあげるってところから始めたんですけれども、その途中でね、なんていうのかな、その警察がこう回ってるスピーカーの音も聞こえるし、遠くで聞こえるんですね。それで、まあ、スピーカーの音がちょっと近づいてきた時に、まあ、周りでね、子どもたちにこう飲み物食べ物を渡している時に、周りにいる大人たちが、まあ、遠くの方でね、ちょっと騒ぎ出してるんですよね。早くよこせっていうふうにね、警察が来たら止められるんじゃないかと思ってるわけですよ。で、そういう連中がね、また騒ぎ出してね、何が起こるかわからないんで、一旦配給を中止したんですけれども、宮田さんの車の後ろのゲートも閉めてね、僕らもちょっとね、その場を離れて、休憩体制に入ったんですね。で、またみんなが落ち着いてきたんで、再び配給を開始して、配給の終わりぐらいになって、その広場ですね、配給していた広場に警察の人がね、警察の車がね、入ってきました。でもうね、まあ、大人に配給してる時はある程度のね、こう間隔を取って配給してたんですけれども、まあね、警察がなんかね、行ってくるっていうのは、これはもうフィリピンでは当たり前のことなんで、まあ僕らも覚悟してたんですけれども、で、まあちょっと遠目でね、そのパトカーを止めて見てて、で、配給が終わった時に、まあ、ほとんど終わりの時にね、パトカーから婦人警察官が歩いてきました。で、彼女がね、マリアが、警察官がね、彼女に聞くんでね、何してるんだって聞くんで、まあ、これこれこういうことをしてるんだって言って、僕の方をちらっと見たら、婦人警察官ね、僕の方向いて歩いてきました。さあ始まるぞと思ってね、ちょっと僕も身構えてたんですけれども、僕のほんの目の前、2メーターほどぐらい手前で立ち止まった婦人警察官、僕の方を見て、ありがとうって言ってくれました。なんか嬉しかったですよね。そういう、まあね、警察官って言ったら、いわばね、国家権力みたいなものを持ってるわけですよね。そういう人ってね、なんかこう、ちょっと目立つことをすると、やっぱり文句をつけてくるっていうのは当たり前のような国で、まあそのね、警察官たちはいつもその集落を見回ってるんでしょうけどね、面と向かってね、ありがとうって言ってくれたって、ものすごく嬉しかったです。ごく普通の女性だったんだけど、やたら美人に見えちゃったりしてね。まあそこで配給終わってからね、他、山の方にも行ったりしましたけれども、まあ走ってるね、道、こんなとこ走ってくんだっていうのもちらっと紹介しましたけれども、本当の山奥の村で、まあ配給の手もなかなか行き届かないだろうなっていうようなところなんですけれども、これからもね、あそこには行きます。はい、本当にね、純朴なんですね。人が純朴なんですよ。まあそれで、まあ、どこ行ってもそうですけれども、子供たちも大人もそうだけど、何かをもらってね、こうありがとうって言葉言える人言えない人いるんですけれども、ね、もうね、気にしないです。それは別にね、これはなんていうのかな、その言葉を求めに行ってるというよりも、僕らの考えとしては、彼らのが飢えなければいいなって、それだけなんで、もちろんね、ありがとうって言ってくれれば嬉しいです。特に子供なんかにはね、ただね、なかなか難しいところで、
緊張してると恥ずかしいっていうのもあるでしょうし、まあフィリピンの文化としてね、持ってる人が持ってないものに物をあげる、お金をあげるっていうのはちょっと当たり前的なところもあるんですよね。昔ね、ちょこっと付き合ってた女の子に言われたことがあるんだけれども、まあね、その子の家族が困ってるからね、助けてあげてほしいって言ってね、それが何回か続いた時に、僕ちょっとね、意地悪に聞いたんですよね。なんでいつもそうやってね、俺からね、物をね、もらいたがるの、お金をもらいたがるのって言ったら、その子ね、哲学的なことを言いましたからね。だってね、水は高いところから低いところに流れるでしょうって言ってね。そうですよね。だから持ってるもの、こういう言い方ね、みんなにご寄付いただいて失礼なことですけれども、皆さんが寄付していただいたって、こういういっぱい集まってるところからないところに流れるのは、まあ彼らにとっては当然みたいに思ってて受け取っちゃう人もいるって。でもね、そのきちっとした教育を受けてる人、物をもらったらありがとうっていう、教育っていうのは学校云々ってそうじゃなくてね、家庭教育ですよね。子供たちがそういうのを知らないって、親も知らないわけですから、まあ親と同じふうに育ってしまうのかもしれないですけれども、まあね、なんか心の隅っこの方にでもね、なんか白地にね、赤の丸ついたね、そういう旗を持ってる国の人がね、助けてくれたなんていうのをちらっと覚えてれば、まあ覚えてなくても困ってる時に人が助けてくれた、それを覚えてればね、先々大人になってね、困ってる人いたら自分も助けてあげようなんてなればいいですよね。でも今回もね、本当笑顔にね、癒されてきました。皆さんのね、ご寄付のおかげでこういうことができてね、本当にね、行ってくるたびにね、嬉しいです。ありがとうございます。今日はね、またね、これから買い出しと準備ですね。また袋詰め作業が午後始まりますけれども、まあ粛々とこうやってね、進めていきます。皆さんの応援、本当にね、心強い限りでね、ありがとうございます。今日また午後3時からライブを行います。皆さんね、ライブでお会いしましょう。お待ちしています。それじゃあまた。